TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。今日は同窓会があるからちょっと軽めですけれども、一昨日かな、そう、同窓会のみんな集まってたんで、連中に会いに行く時、雨が降っててね、ちょうど結構しとしと雨が降ってて、ちょうど僕の家の近所に、まあ、公園っていう結構緑が多いエリアに住んでいて、ポーンとこの緩い坂をちょっと登ってたんですけれども、そうするとポタッとなんかこう茶色い塊がポトッと落ちてたんですね。うんちかなと思ったらカエルでした。久しぶりにカエルってよく緑のイメージあるけど、緑茶色いもんな。ずっとこうぼーっとしてましたね、カエルね。泣きもせずに、なんかこう何をしてんだろうなと思って、でちょっと雨も降ってきたんで、あ、やっぱこれいいや、ちょっと遅れてもいいから、ちょっと家に戻って傘持ってこよう。傘取って戻って、またまだカエルがそこに微動だにしないんですよね。もしかするとあれはカエルの形をした本当にうんちだったのかもしれませんね。まあ、そんなことはないと思いますけど、どうですか、使いますか、このネタは。大丈夫ですか、西谷的には。ん、そうですか、 OK です。それでは、ここで、10月18日、そうです、私の保育園からの友人がいるんですけれども、彼の名前はドナルド・モンタルト。東京在住です。私のすごく記憶の、そうだな、お袋に連れられて、そう、高木町、すごくこの J-WAVE に近い、高木町に前、インターナショナル保育園があってさ、牛坂か、にあったんだよ。もうないんだけど。そこに母親に連れてってもらって、母親がちょっとあんた来る、あんた待ってなさいって言って。で、母親が多分この子を入学させたいんだけど、と、まあ、僕をちょっと待たせて行ったんですけど、その砂場でずっと一生懸命砂を掘ってたのがドナルドなんですよね。だからやつとは俺3歳の時から知っていましてですね、今日もこの後会いますけれども、やばくね、3歳から知ってんだよ。でそいつの誕生日が今日なんだよね、10月18日なんですよ。で俺が10月22だから、こればっかりはほら近いから忘れないじゃん。そんなドナルド・モンタルトの誕生日にお届けした時を HOT 100 のトップ5がこれだ。この5曲はドナルドプレゼントだと思って聞いてくれ。5位は UK の歌姫エリー・ゴールディング On My Mind、 オンエア好調で先週7位から2ポイントアップ。4位は Avicii For A Better Day、 先週3位から一歩後退。3位は米津玄師フローライト、ニューアルバムブレーメンが売れています。セールスポイントがっつり稼いで先週39位から大いにジャンプアップ。2位はジャネット・ジャクソンフィーチャリングミッシー・エリオット Burn It Up、 先週と順位変わらずトップ目前で足踏みジャクソン。ということで TOKYO HOT 100最新チャート1位はお見事、サカナクション連覇達成です。 J-WAVE でのオンエアシングルセールス、さらに番組ホームページからのリスナーズポイント、バランスよく稼いで見事2連覇達成です。セゾンカー TOKYO HOT 100 Our newest number one サカナクション新宝島。さあ次回10月25日ゲストはザ・ボーディーズ。さらにリスナーの皆様、感謝感謝でございます。番組27周年大感謝カウントダウンといたしまして、総額5万円が当たるお楽しみ企画も登場いたします。さらに逆転バスター選べるチケットも5万円から、つまり10万円争奪です。聞いてくださいね。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100